はい、今回から、新しいユニットですね、多重度モデルの、単位に入って行きます。これからですね、今までの知識を活用して最後のユニットですね、アサイメント5に向いて多重度モデルの地震応答解析の話を進んでいきたいと思います。まずですね、今まではこういった一重度モデルのことを中心にいろいろと勉強と実践、ビデオですね見ながら、プログラミングとかいろいろしてきましたが、これは1個の視点と1個のバネを持つ構造物がこういった動く台車、つまり地盤の上に、加速と AG が生じたらどういうふうに動くとといった問題を解いてみました。線形の問題、非線形の問題、スペクトルの問題ですね、といった問題、いろんな問題が解いてきました。で最後にですね、我々はこのようなモデルに、入りたいと思います。つまり層ごとに質量が持って、そして層ごとにバネですね、合成を持つ構造物ですね、一層一層のモデル、例えば、構造物ですね、建物、例えば、多層の橋梁、あるいは建物橋梁がコンビしたもの、あるいは橋梁建物プラスその下の、基層ですね、杭基層もありますし、フーチングは主にとかですね、側面からのバレンとかですね、といった問題を解いていくときに、まあ、どうやればいいかと、といった問題を、こういうような複数の集中した視点、M1、M2、M3、M までですね、はい、いきます。そしてバネ、K1、K2、K3、それぞれ相関のバネがある場合のモデルでどういうような方法で解いていけば地震応答が分かると。それでですね、このようなモデルが、地盤の上に乗せて地盤がこういった動きをしましたと、そうするとここまで動いて構造物もその上で変形してしまった、その時の地盤の動きは倍ゼロですね、地震度。そして層ごとに地面に対して、地盤に対しての変形が、もともとの維持からの変形が、つまり極左座標ですね、構造物の変形、X1、X2、X3 ですね。そして全体的な絶対変形としては、第一層目の視点の方は Z1、ですね、その Z1 は何がものかというと Y0 から X1 分を引いたものは Z1 になります。で X はこの方向に向いているので、まあ、Y0-X1 となります。 Z2 の方は Y0 が X1 を引いてから残った部分になりま す, です、ね、この図にも見えるように Z3 も同じように Y0 から、X3 を抜いたものとなります、はい、それで X1、X2、X3 の3つの変数は合わせてこのようなベクトルのような表記で表記します。で Y は Y0 の縦元ベクトルで表記します。で Y0、Y0、Y0 で3つの値が一緒になります。そして Z はつまり視点形の絶対変形は Z1、Z2、Z3 のようなベクトルで表します。そうすると、このようなベクトルの式が成り立つことになります。Y0、X、Z の関係で作られています。そうすると、その微分が速度になりますので、同じように成り立ちます。さらに、2回微分すると加速度の式でもこのように成立します。両側は視点 M、まあ、ここの視点 M が全ての視点が同じ質量であると表記しますですね。視点 M を掛け算するとこの完成力を表して
つまりこの慣性力は加速度とバランスを取りますので、これは視点に作用する慣性力とバランスの式が、釣り合い式が成立すると思います。じゃあ、ここに復元力あるっていうのがどういうものかというと、つまり構造物が生じる変形による荷重が視点に作用する力の合力であり、それを元に戻そうとする力ですね。それはそれぞれ R1、R2、R3 とします。で、中間視点の M1、M2、M3 ですね、MI に作用する力は、その視点の上と下にのバネが変形することによって生じる荷重、IFI、IFI プラス1ですね。その合力であって、まあ、上と下の視点の間にこのような変形 UI が生じると、上の視点がに作用する力がこの方向に作用して、まあ、つまり変形の方向と一致する方向ですね。その反力によって下方向には反対方向の力が、同じ力が生じてしまうということで、 IFI プラス1は上の層ですね、は負の方向に進むとのことになりますですね。つまり RI は結局 IFI マイナス IFI プラス1となります。その IFI はその層のバネの変形とこの層のバネの合成 KI の掛け算した値となります。ただトップフローの場合には上の層はないので、簡単に Rn はイコール Rf になります。そして IF の値は先ほど言ったように K、その層のバネとその層の変形で掛け算した値によって求められていますので、で、この層の変形自体はどうなるかというと、まあ、このように U1、U2、U3 ですね。U1 は、非常に簡単である。それによって変形に生じて、まあ、F1、F2、F3 が生じるというわけですね。はい、この式を、まあ、少し分解して、つまり U1×K1 はまあこうになりまして、これは K1 プラス U1 プラス000ですね。プラス00。で、0プラス K2、U2 プラス0ですね。このように変えることができます。はい。じゃあ、相関変形 U1、U2、U3 はどういうものかというと、中間層の場合には、まあ、この層と下の層の間の、変形の差であると。そして1回の時には下の層の変形は0なので、まあ、下の層と U1 の変形の差となりま す、ね、つまり UI イコール XI-XI-1、 ただ XI は1より大きいで、 U1 はイコール X1、 ただ複しているのが X0 はイコール0ということで、まあ、これは成り立っているという意味ですね。はい。じゃあI は1、I は N の問いにはちょっと特殊なので、それを別にして、それ、もっと一般的なケースの RI としては、RI イコール IFI マイナス IFI プラス1となります。詳しく展開してみると、IXI、UI、KI プラス1、UI プラス1となりますので、それぞれですね、KI からこう変化して、IFI から KI から変化したんですね。で、それで、この N 層のバネの力から、成り立った KI、UI ですけど、 UI は上下層の差であって計算されたものであります、ですね。この式を少し整理してみると、まあ、KI、XI マイナス1、KI プラス、KI プラス1の XI マイナス、KI ですね、I プラス1と XI プラス1の式となります。はい。で、一番上のケースを見てみると、Rn はイコール R なので、KN、UN ですね。そして UN は XN-XN-1 なので、まあ、結局式は -N 倍の XN-1 プラス KN の、XN-1 ですね。それで XN-1 はないんですね。まあ、それ以上の層がないというわけですから。で、第一層目の時には1層から2層の間の、合力でありますが、そこでですね、K1U、U2 ですね、K2U2、それぞれ層をかけますので、U1 は X1 になりますので、これ1個だけになります。U2 は X2-U1 で、こういう式になりますね。
はい、ちょっと整理してみると AX1 の項と AX2 の項がこうなります。まあ、ちょっと早口で喋りましたが、まとめてみるとこのような式になりますですね。まあ、自分でまたこのビデオを、数回で見て、復習して自分でノートを書いてですね、この式を自分で予定してみましょう。そしてですね、 R はこのような式となって、まとめてみるとこの部分が合成行列のこの部分に書きますですね。 X1 から X2 に書きますですね。それでマイナスの KN で、一般的な RI に対してはマイナス RKI と KI プラス KI プラス1とマイナスの KI プラス1ですね。その3つの項で成り立つというところでありますですね。 KI は2の場合にはこの KI とこの KI 対照的になります。はい、それで最後の方項目が、このようにですね、マイナス KN と KN の2項目、となることになりますですね。はい、この行列は、基本的に合成行列で K であると表記して、このような式を用いて、ですね、合成行列を、作ることがあります。つまり I は1より大きい、より小さいときにはこのようにですね、K 行列を書きます。で、ただ特例としては1の時と N の時だけはこうなりますね。はい、次に振動方程式の形で求めると、先ほど言ったように R は KX になって、これは生じる慣性力が加速度ですね、絶対加速度が生じる効果なので、そこで M が、このような形になるんですね。それを質量行列の形に書き換えます。この2つを分けてみると、これは振動入力した地震力、これは、相関に働く加速度と質量ですね。それを合わせてみるとこうなりますですね。これを分解してみるとこうなります。で、その時に地盤入力がない時、地震動を収めたその後のことだとすると、このようにですね、右の項が0となって、加速度は0ですね。なって、自由振動の式になります。減衰のない自由振動になります。ただ、減衰 C を考慮すると、これは減衰を考慮した自由振動になりますですね。ただ、C はどういうふうに求めるかというと、完全的には質量と合成で比例して求めることにしますので、次回ですね、ちょっと皆さんが振動解析の中のモード解析もよくしているので、次の回ですね、モード解析でレイリー減衰 C を求めるお話を説明します。はい、それで、こう最後に徒行都市と振動方程式は、このようにですね、減衰もあって、外部入力もあるという式になります。これはアサイメント3で、解いていこうとする式です。今日の説明はここまで説明しますが、次回から、もうちょっとですね、モード解析の話を、紹介しつつ、アサイメント3ですね、どうやっていくかと分析していきましょう。